森下明子は、日本の女優。広島平和を通りにある、移動演劇桜隊巡南飛の側面。名前が刻まれている。東京都、四谷生まれ。聖女高等女学校中退後、日活玉川に入社。同僚の俳優、河村家門と恋に落ち結婚。彼の挑戦への出征後も、頻繁な文通を交わした。映画、青空高境落。 ベンガルの嵐などに出演後、女優仲間の町田博子らと共に、芸能低身隊として、その後日本移動演劇連盟が結成されると、丸山貞を率いる劇団、クラクザの団員として、各地で、異問活動を行う。1945年7月、島根県巡業中に、夫への最後の手紙となる45つ目を投函。 1945年8月6日、同劇団の疎開先である、広島市で被爆死した。2008年、NHK にて、ハイビジョン特集戦後60年関連に広島、戦火の、恋文、女優、森下明子の被爆が放送された。検索結果、一般社団法人日本映画制作者連盟。2014年10月27日閲覧。 移動劇団桜隊の原爆機に参加して、地球座、2014年10月11日閲覧、ありがとうございます。